青空文庫から夢の旧作キューピー。アメリカ生まれのキューピーがいなくなったので、おもちゃ箱の中は大変な騒ぎが始まりました。日本のだるまさんが向こう鉢巻でたわし細工の熊に乗って胃の一番に飛び出す。後からドイツ生まれのブリキの兵隊が木造りの自動車で駆け出す。フランス生まれの道化人形は英国生まれの眠り人形と一緒にその後から走り出す。みんな出て行っておもちゃ箱は空っぽになりました。だるまさんが敷居のところを通りかかったネズミに、キューピーさんはどこへ行ったか知らないかと尋ねます。ネズミはチューチューと笑いながら、それはきっとこの頃この家へ来た小さな三毛猫がおもちゃに持って行ったのだろうと言いました。それというので、縁側で日向ぼっこしている三毛猫を捕まえてだるまさんが睨みつける。兵隊さんが剣突き鉄砲を突きつけて、キューピーをどうしたのかと聞くと、三毛猫はびっくりして顔を撫でて、いいえ、にゃんも知りません。私はお嬢さんの帯など、駒などのおもちゃにしていましたが、まだキューピーはおもちゃにしたことはありません。大方それは、ネズミさんが私をここから追い出すためにそんな悪いことをしたのでしょう、と言いました。みんなはなるほどと気がついて、すぐに天井裏へ駆け上って方々を探しますと、隅っこの方でキーキーピーピー鳴く声が聞こえますので、それと言って馳せつけました。見るとかわいそうに、キューピーはお腹も何もピシャンコになって青い目を泣き晴らして寝ています。みんなは大喜びで連れて帰って寄ってたかって解放をして元の通りに膨らましてやりました。三毛猫はその後大きくなって家中のネズミを皆取って殺してしまいました。夢の旧作、キューピーでした。